盛りに来て、自分の使い走りをされてたんだと思いますけど、このお守護さんがなんとお客様の枕銭を盗んでしまって、何度も何度もね、土の牢屋に押し込められるんですけど、もうとても手に負えないということで、江ノ島出ていけということで、この菊之助は今度は通り名高いに浜松屋ところに入って、なんと可愛いもんですから女に化けちゃって、そしてそれでね、またここで大泥棒を働くという、もう泥棒のお話ですよ、弁天小僧菊之助。で最後はね、もう知らないって聞かせましょう、弁天小僧とは俺のことだということでね、そういうお話の流れが弁天小僧菊之助。それでもう江ノ島は卒業したと思いましたら、ちゃんとしっかりしがみついてます、三城さやか。もう江ノ島といえば三城さやかというね、なんかそういうキャッチフレーズもなんか嬉しいです私です。のでちょっとここも弁天小僧の歌も歌ってみたいと思います。どうぞ男になったり女になったり、どうぞ。